うまみチャンネルへようこそ皆さんこんここにちは、なつですこのチャンネルでは本にもネットにもどこにも載っていない私だけのオリジナルがたくさん詰まっています誰もが悩むことなく楽しく自分の作品が作れるようにね私が覚えてきたこといっぱいここに詰め込んでいきたいと思っています、えー、参考になったと思ったらぜひいいねをそしてチャンネル登録とか通知ボタンオンをぜひ忘れないでやってみてくださいでは本編今日もスタートです 皆さん、こんにちは。夏です。えっ、ー、と、今日は、箱、完成します。あ、違った。つまみチャンネルへようこそ。皆さん、こんにちは。夏です。だった。<laughs> 冒頭間違えてしまった。こんばんは。<laughs> こんにちは。こんばんは。まあ、どっちでもいいか。えっと、<laughs> えっと、今日は、箱を完成させます。<laughs> なんだかよくわからない話になってしまった。 ええとね、今できているもの、あとは、ここに床をつけて、扉を止める。で、間に布を挟んで、ここね、これを、これと今日作るこの内側。で、ペタッと挟んで、風です。あ、完成ですじゃない。うんと、飾りを、飾り紐を後でつけるので、これは後からなんですけど、 とりあえず、箱の部分は完成させるのは今日で終わりです。えーとね、今日はちゃっちゃっとやらないと、多分、順序が大事。ここに貼って、これ貼って、こっち側にこれをつけるんだから、まずは、これを貼らなきゃなんない。あ、違う、これじゃないか。これ、これ、これを、ここに貼らなきゃなんないっていう作業があります。 えーとね、これをこうやってここに引く。こんな感じで。で、これがこんな感じね、かむ,む状態になるのでこういう状態で貼ります。で、えーと、箱のギリギリのところでつけようかな。こんな感じでと思ってます。ギリギリ。 ギリギリのところでねでこの折りここは折り返してこんなふうに折り返してほつれが出ないようにしますあとは柄だね柄どうしようかなこんな感じでいいかいいか <laughs> 何でもすぐ「いいか」になっちゃうねこれでいい それでいいねまずは寸法が狂わないように斜めになってるあー暗くてよく見えん箱ちゃんちょっとごめんねこんな感じだねこここういうふうにしようかよし折り返しの部分ここを動かしたらダメだから動かさないようにする 下の布にポンとついちゃうとバッキバキになっちゃうのでつかないように薄くつけますこんな感じねでここは動かしちゃダメだから動かさ動かないようにって動いちゃった動かさないように。 方向がが難しくててねいろいろかあららごめんんなさいちちゃん転がってきちゃ転っっきた <laughs> こっち側を中にした方がいいかこっち側を下にした方がいいかって考えるとこっちを下にするとねこうやって締めた時にこの線が見えちゃうんですよね外側からまあ見えちゃううちでもほぼ見えないんだけどなのでこれを上にして中にしまいますこんな感じだね こんな感じぴったんこで中に貼ります端っこまで貼るんだけどここにはあんまりつけたくないの。で ここの、ここよりも、こっち側にボンドはつけない。つけちゃうと、蝶つがいの役目を果たさなくなってしまうので、ギリギリあたりで止めます。まあ、後からまたね、ちょっと追いボンドをして、ギリで止めたりはするんですけど、あんまりこう、うん、微妙だよね。 中に入れたよ。よ入れて貼りました。輪になってるので上は？今こんな状態だけど、ここもつけます。まあ、つけなくてもね。これでね。ピッて貼らせるからいいんだけどね。こんな風に。キュってこういう状態に。なります。だから、まあ、別に貼っても貼らなくてもいいよっていう感じになります。 よいしょあんまりやるとここが傷んじゃうのでちょっとか着なんか斜めになってくるから仮止めか着ゃ着こんな感じになってますでこれに先にこれをつけちゃいますどっちがいいかなこうがいいかなこうがいいかなこうだねこうだねこうしよう。 ちゃっちゃと、ボンドを塗っていくよ。奥はしっかりと。この隙間も。ここね、隙間もしっかりと。黙っちゃった。あ。ショートムービーを。 明日から再開します。とは言っても、うん、いろいろ考えたんですけどね、テクニックショートにしようかなとも思ったんです。前みたいなね。でも数が膨大になってくると、あれが見たいのにって思っても探せなくなっちゃう。なので、どうしようかなと思ったんですけど、テクニックはテクニックで、なんかこう、別動画でちゃんと配信した方がいいかなって。 丸つまみとかね。うん。剣つまみとか。なんか、きちんとそれを配信する動画でやった方がいいのかなっていう気がしてて。でもなんか、ショート作りたいなとか思ってて。なので、いろいろ考えたんですけど、朝一番の 挨拶の動画をすることにしました。<laughs> なんだって <laughs>。元気におはようの挨拶です <laughs>。とは言ってもね、ほら、あの、手作りする人って、いろいろあるじゃないですか。モチベーションも下がるしさ、なんか、今日はなんかめんどくさいなとかね、気合い入れなきゃいけないのになんかなとか、誰かに何か言われて嫌だなとか、いろんなことを考える人がいるので、 みんな、元気に今日頑張ろうっていう手作りの人への手作りの人ハンドメイドをやってる人たちんハンドメイドが好きだよっていう人たちまあ、要は誰でもいいんですけどね。まあ、みんな今日も新しい日だから頑張ろうよっていう <laughs>。よっていう <laughs>、なんかラップみたいだね <laughs>。そういう感じのなんかね、元気になるような動画を朝から流そうかなって思ってます。 なので、えっ、ー、とね、朝、朝6時、7時くらいに、おはようの動画が流れます。で、テクニックはちゃんと一本の動画にして、まとめてきちんとね、後から探せるように台つけて、ちゃんとコンテンツ並べて作ろうかなと思ってます。なので、よかったらぜひ皆さん、また見てください。あのね、ハンドメイドの人たちみんなに見てほしいっていうのはね、つまみ細工を広く広げたいから。 ハンドメイド好きっていう人もつまみ細工のところに来てほしいし、ハンドメイドをやってるっていう人ももう一つ踏み込んだつまみ細工を作れるようになってくれたらいいなって思うし、なんかね、こう、つまみ細工だからっていう枠じゃなく、もっと広く広げていって、みんながね、マーケットに行った時にもね、つまみ細工好きだよっていう人が増えたりとか、 なんか、かんざしはね、使わないからって言われて悲しい思いをするとかじゃなくて、うん、なんか、みんながこう手に取って、私はこれ使いたいなっていうふうに自分のことみたいに思ってくれる人たちが増えたらいいなって思うので、たくさんの人たちが来てくれるような、なんかそういう朝の挨拶を朝流すことにしました。<laughs> なんじゃいって思ってる方もいるかもしれないんですけど、えー、よかったら見てください。 ちょっとふって吹くかもしれないけど、コーヒーとかね、曇さないようにしてね <laughs>。えっと、なんだったっけえっと、今、さらっと言っちゃったけど、ここ貼ったので、ちょっと今乾かしてます。ここに貼るために、これ表扉ね、裏面をつけます。裏と裏でこう合わせて貼るので、こっちにボンドがつかないように貼ります。こんな感じね。 この面とこの面を貼り合わせて、さっきの布がね、間に入るようになります。はい。柄、ら、ごしょんぐるま。ごしょんぐるま、あっちにしようか、こっちにしようか迷ったのにね、結局、裏に貼ることにした。あ、ここはね、うんと、フェルト貼ってません。裏拍子はね、貼らないで、このままいきます。なので、あんまり引っ張ると、ここね、破けやすいから、気をつけてくださいね。破けないように貼りますよ。 うちもね海町だからさ今日わけわかんない津波とか発生してたじゃないですかちょっとドキドキしちゃったんですよねなんかまだね不安なんですけどねなんか広範囲に結構わかんない津波とか来てて怖いですよねなので本当なんか皆さん安全第一ですからね海には絶対近寄らないのもそうなんですけどなんかもう危ないなと思ったらすぐ 逃げてくださいね津波ってなんか地震だけでないんだなっていうのがねトンガのあの時に分かったけど本当なんか地震が来るとね逃げられるけど分からない津波って本当に分かんないんだねなんか怖いなって思いました予兆のない津波って本当に分かんないね怖いから気をつけてねみんなねこの間言った備蓄の話が こんなにすぐ、なんか危機感を持って目の前に出てくると思わなかったからちょっとびっくりしちゃった。誰か側じゃなくて、みんな2位だったね、あれね。なので、まあ、いつでもね、あとで、明日食べればいいかとかじゃなくて、ちゃんとお腹いっぱいにしといてね。体力は大事だよ。 んんだにななるのの嫌いなのはい、もうすぐそういえばつまみチャンネルは4周年になりますなんかすごいねあっという間に4周年でしたなんかねえなんかすごいね 初めてすぐコロナが来ちゃって、もう布、布使ったチャンネルってもうダメなのかなってあの時思ったんだけど、でも、なんか、ね、こんな展開になるとは思ってなくて、つまみ在庫で行くから、私はアクセサリー作らないんだけど、かんざしとかね、なんかアクセサリーとかみんなに合わせたものをチャンネルで作っていかないと、 YouTube ってできないのかなって実際はすごく悩んでたんですけど本当に本当にアクセサリーなくても見てくださってる方がこんなにたくさんいてありがたいなって思ってます本当に皆さんどうもありがとうございますえっとね実はね17日に登録をして1本目の動画を出したのが25日なんですよなので17日の日にね この箱に入れた狐さんを神社に連れて行ってお参りをしてこようと思ってます。その時にね、もし向こうで撮ってもいいよって言われたら、神社の中もね、ここの狐さんもね、映像に収めることができたらいいなと思いますけど、まあ、神様相手なのでダメって言われたら、ちょっとごめんね、みんな自分の足で見に来てっていう話にはなっちゃうんですけど。 まあね、ご縁のあった神様ですからね、皆さんもお近くのね、自分の神社だったりとか、自分の行ってるお寺だったりとか、そういうところに行ってね、手を合わせるって大事だし、そういうのがないよっていう方でも、自分自身の心の中っていうのはね、自分しか見えないので、自分にちゃんと感謝をするっていうのをちゃんとね、すると、いろいろと変わってきますから。 はい、ぴったり同じサイズ。これを貼っていきますよ。いいかな。これがね、なかなか難しいんですよ。<laughs> なぜかっていうとね、平らに置いたときと、締めるじゃないですか、こうやって。締めるっていうのが一番大事な役割なのね、この子、この子にとって。 なのでこの「締める」っていうのはこの状態締まった状態でまず貼るここをきちっとで上にこれを重ねて貼るでその時にちゃんとこれが伸びるかどうかを見なきゃいけないというねなかなか,なかなかな状態なんですよ。でこれをあんまり引っ張るとまだここ貼らさってないからでもきちんとしないとずれるというなかなかね 微妙な感じのものです。大丈夫かな大丈夫だね。箱はね、ちょっとね、中に蓋が入らない状態にします。取れなくなったら困るから <laughs>。ぴったんこサイズで作っちゃったからね。ちょっと小さめとかだったら外れるんだけど <laughs>、ぴったんこサイズ何も考えてなかったので <laughs>。なので、 ちょっとね、外にこう、出っ張る感じね、出る感じ。こんな感じです。では。布を貼ります。さっきまでなんか、あ、そうだ、これを言わなきゃとか思ってたんだけど。 なんか全然消えてしまったってことは。解決したのかな。ね。<laughs> 実はですね、11月の11日、石狩市なんですけれども、えっ、ー、とね、コミュニティセンターでイベントがあります。あんまり私イベントとか出なかったんだけど、今回ね、出てみようかなと思って申し込みをしてあるんですね。なので、よかったらぜひ近くの方見に来てください。えっ、ー、とね、イベントは私だけじゃなくってサークルのメンバーさんたちの作品も並びます。 うんと、展示会じゃなくて、物販なので、いろんなものね、買うことができます。私はあまりつまみ細工の作品はないかもしれない <laughs>。あるかなあるわ。あるわ。きさんとかあるかなえっ、ー、とね、いろいろ並びます。なので、よかったら近くの方ね、ぜひ見に来てください。チャンネル見てますとか言われたら、ちょっといろいろなんかサービスするかもしれないので <laughs>、よかったらぜひ言ってみてください。 なのでね、なんかね、やることがいっぱいありすぎて、ショート復活させようと思ってテクニック動画を撮ろうと思ったんだけど、今ちょっとね、なかなかゆっくり撮れないぞっていうのもあってですね、今回はテクニックの動画をちょっと違うことにすることにしました。えっ、ー、と、なんかあっちの話、こっちの話でごめんなさい。 ここを今貼ったので、一旦ちょっとここが乾く、乾くまで少し待つんですけど、こうやって開いた時に、ここの角がここに勝ち合ってしまうと開かなくなっちゃうんですね。なので、これが開いた時に、ここがきちんとまっすぐ開くように貼らなきゃいけない。なので、布はここ遊びができます。 そのために布貼ってあるので、ここを詰めてきっちりにしてしまうと蓋は開かなくなるので、これを貼るときは注意をしてください。ちょっと今ここね、乾かします。一旦休憩。はい。では、乾いたので、ここをつけます。これをつけるときはね、結構慎重ですよ。曲がると、こうやって曲がっちゃうと、曲がっちゃうし、ここがね、 ぴったりにしすぎると開かなくなっちゃうし、なので、なかなかちょっと大変です。コツとしてはね、こ,こ、ここの高さをきちんと合わせることだね。ちゃんと合わせて作ります。さてと、じゃあ、どっちから貼るかな上から貼ってた方がいいのかないや、下からにしよう。合わせるのはこっちからだから。 端っこね、本当に端っこぴったんこの同じ大きさなのでギリッギリの端っこにもしっかりとボンドをつけますこの辺とかねここにねここにここにここにって何のこったか分かんないね <laughs> ボンド山を持ってきて塗り伸ばすという 落ちた大変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 えっ、ー、と端っこのこういうところはね一回中に入れて上から塗りつぶすみたいな感じで塗っていくと綺麗に塗れます。 しっかりと、まあ、こういうところはね後からまた補強のボンドを入れます。よいしょ こういうところここにボンドがないとこれがね浮いちゃうんですよなのでこういうところはきれいにつけますこの端っこ見えるかなこういう端っことかしっかりとボンドつけますこっちも。 よしさてとちゃんとまっすぐしっかり貼って開く開くこと確認しながら貼ります。 クリップとかね、みんな言うけど、私あんま好きじゃないの。こなんかクリップの跡がつくでしょうあれがね、すごーく嫌なの。なので、手で押さえる派でーす。<laughs> いいの気が長いから。こんな感じで、押さえていって、貼り付けて終わります。いや でも面倒なーって思う方はクリップつけていいですよ。私は手で押さえる派なので手で押さえていきます。これがくっついたら完成。あ、ずれた。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 なのでね、なんかずれるし微妙だよね。よし。ちょっとこのまま浮いてくるからね。 ええながらら乾くままでで頑張って押さえますできたら写真撮るねあとはねここにね飾り紐つけて終わりなので飾り紐はまた後日なぜかというと縛るのが多分大変だから <laughs> えっとねこれはねもうだいぶあら古い。 作っってていいいたただもの言ますこっちがね銃でこっちが口になってる可能結びっていうのをこここにつけたいのこれはね私が作ったんじゃなくてね石狩にいるすごいおじいちゃんがいてこういう紐作らせたら天才的にすごいおじいちゃんがいてそのおじいちゃんが、ね、作ってくれたの。あんたの願いは何でも叶うよって言ってくれてもう絶対ねこの録画する近くに置いてあるお守りみたいなもんなんですけど <laughs> これがあるからねきっとね叶ったんだね。うん っていうのをここに自分で頑張って縛っていきたいと思うので次回は組紐で苦しむ動画になると思います <laughs> これは気長に貼っていくのでね皆さんよかったらぜひゆっくり貼ってください今日はこんな感じで終わっていきたいと思いますここねここねよし 皆さん本日も最後までご視聴していただきありがとうございます次回も見てくださいねよろしくお願いしますじゃあねバイバーイ